ミッドパシフィックエアは、かつて存在したアメリカ合衆国の航空会社である。ハワイ州ホノルル市を拠点に、アメリカ合衆国内での航路を運航していたが、1995年をもって廃業した。1981年に運航を開始し、ホノルル国際空港をハブ空港として、ハワイ島、マウイ島等のハワイ州内に多くの路線を持っていた。特に、 こノルルとハワイ諸島の主要都市間で日本航空機製造 y s 1 1型機を用いた多頻度のシャトル便運航を行っていた。その後ホッカー F28 を導入するなど機材更新を進めた。ミッドパシフィックアローのボーイング707またアロー航空から乗務員込みでリースしたボーイング707型機を使いミッドパシフィックアローのブランド名で ハワイとパゴパゴ国際空港やアメリカ合衆国本土西海岸のバーバンク空港やジョンウェイン空港等との間でも広範囲に定期便サービスを展開していた。いずれの路線にしても格安運賃が売りであったが、最大の競争相手であるハワイアン航空やアロハ航空との競争激化を受けて、1988年にハワイを拠点とした運航を停止し、 インディアナ州ラファイエットに拠点を移し、貨物便の運航や他社便運航などを行っていたが、1995年に運航を停止した。F28 から 4000YS-11A-659。ありがとうございます。